しい。はいっす、本日は、まあ本日空いたんですけど、この続きです。ホッピープリン体ゼロのホッピー、まあ普通ホッピーはね、これ麦焼酎と割って飲むんですけど、私はホッピー2ですんで違います。こちらジンピーにします。ジンピー、はい。まあね、ホッピー2は、まあこれキンキン冷えてますけど、これキンキン冷えた、キンキンに冷えた焼酎でやるそうです。私は氷を入れます。やっちゃったな、やっちゃった。でですね、このジン、この片桐ジンをこう入れますね。これね、ないわ、全部入れとこう。トロトロのこのサントリーのジン、こいつをね、勢いよく入れます。これで完成ですね。ジンピー、コーヒーですよ、これ。これね、普通のね、私、麦焼酎のホッピーよりは、こっちの方が美味しいと思いますね。私、ずっとこれです、最近。うまい。うまいなぁ。まあね、ジンが嫌い人はもちろん無理ですよ、これ。だけど、なんていうんですかね、このホッピーのちょっと苦味とジンのこのなんていうかな、この癖、これがね絶妙に合います。これね、レモンとかだとね最高なんですけど、私はこれ焼酎よりジンのホッピー。あ、でこれね、確か書いてあった、ちょうどあの子に、焼酎だけでなくジン、ウォッカ、梅酒などでもお楽しみいただけますってここに書いてます。あの、これの鵜呑みです。はい、パテムさん了解でした。まだまだ今日は続きます。はい、はい、酒です。はい、ホッピーです。ですね、こちらの方にですね、ホッピー焼酎だけでなくジン、ウォッカ、梅酒などって書いてますね。で、前回の動画でジンで飲みましたけども、うちに梅酒ないんで、これでいきます。柚子酒でねいきます。はい、まあいよいよ、蓋が閉められへん、いよいよね、終盤ですね。はい、じゃあいきます。はい、よっしゃ。まあ、ちなみにホッピー自体はおかげさまで65年だそうです。この瓶はワンウェイ瓶です。容器保証金はありません。なんかわからない、これ引き取っ、酒屋とか引き取ってもらったらお金がもらえるとか、なんかそんなのあるのかな。これはないんやね、それがね。ここはアルコール入ってへんだな、多分。アルコールはゼロですね。あ、この商品アルコール分約 0.8%、ホッピーはね含まれております。100ミリ当たり11キロカロリー。まあ、そんなことはどうでもいいんですよね。柚子酒ホッピー飲みます。梅酒でもいいそうですね。はい、あ、美味しい、美味しいよ。ちょっとね、苦味が、ホッピーの苦味がね、甘みと合わさりまして、美味しい、
かゆい、猫アレルギーかな。あ、これだけど梅酒ホッピーは当たりかもな。うん、ジンピーはドライ飲めて、まああの焼酎のホッピーはまあ、うん、昔の発泡酒的な味で、まあこちらの柚子ホッピーの方はあれですね、ちょっと甘みがある、うん、甘みがある、ちょっとドライな感じね。甘みのあるドライの感じってよく分かりませんけど、まあ酔ってますから。というわけで、あれ美味しいね、梅酒とホッピーやってみてください。待ってます、今日帰ってきた。美味しい。